吉田です。シェイ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 ということでですね、はい、で僕はですね非常にですねお腹が減りましたので、ちょっとねこれからおつまみを作っていきたいなというふうに思うんですけども、ちょっと僕調べでですね、なんかみんな何が一番好物なのかなっていうふうに僕調べをしたことがあるんですよ。大抵の人が好きなものってあれなんです、唐揚げなんですね。唐揚げ、まあ、僕ね前に最高に美味しい唐揚げっていう動画を出してたんですけど、これはですね今回作る唐揚げは、ね、それと全然味違うんですよ。最強に美味しい唐揚げなんですね、はい、なので、それを作っていきます。はい、ということでですね早速やっていきたいと思います。まずですね鶏もも肉、これはねちょっとね分かれちゃってますけども、だいたいね300から 320g ぐらいありますね。でこいつをですねカットしていきます。キャット、はい、こんな感じでね、はい、で一口大に、カットしていきます。こんな感じで、はいですね、こんな感じでね、でここに入れていくんですね。はい、今回ね味付けに使うのはですねウスターソースとマヨネーズです。この2つだけなんです味付け。このウスターソースっていうのはすっごくいろんな香辛料が入ってるので、ニンニクとか生姜とか足さなくてもめちゃめちゃ美味しいんですよ。で、ウスターソースはですねこの量に対して大さじ4ですね。1,2,3,4 ですね。はい、結構ねひたひたに入れますね。で、マヨネーズがですねだいたいね小さじ2ぐらいなんですね。これぐらいかな。そうしましたらですね、これをですねよくね揉み込んでいきます。ウスターソースはすごくね味がねこれだけでも結構決まっちゃうんですよね。揉み込んでですねマヨネーズの塊がなくなるぐらいねちょっと揉み込んであげてくださいね。これね揉み込んで、そうですね、最低ね30分ぐらいは寝かしといてほしいですね。あの鶏肉に味が入りますので、よくもみ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 して30分ぐらいは置いておいていただきたいと思います。はい、いい感じにね使ってますね。あとね漬けとくとき常温にしてください。はい、唐揚げって冷たい肉のまま揚げるとあんまり、ね、いい感じで揚がらないので、常温で、30分、漬けておいてください。はい、揚げていきたいと思います。で、漬けるのは、ね、片栗粉です。片栗粉オンリーで大丈夫です。で、片栗粉だけ使う利点としては、片栗粉だけのかさっくりいくんです。ザクザクいくんです。これ、ま、豆知識なんですけど、冷めると片栗粉だけの衣って美味しくないんですよ。なのでお弁当とかに入れる場合は半分を半分を薄力粉にしてください。そうするとね、お弁当にも通用できる唐揚げになります。油は中火にかけますね。ここでね、ここでパワーを感じるんですよ。パワーが、あ、いい感じのパワーになってきたなっていう、そうそう、フォースを感じたらお肉ですね、片栗粉に、ね、つけて優しく揉み込んでいきます。そう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 、はい、まあね、300g ぐらいだったら一度で揚げられますので、ね、こんな感じで。でですね、じっくり中火で揚げていきます。高い温度にしちゃうと焦げちゃいますね。いやーもうね、これでお酒が飲めると思うと、もうほらワクワクしてきますよ。今もね、すごくね、いいウスターのこう香りがね漂ってるんですよ。このいいウスターの香りを楽しみながら飲んでいきます。生きてるって感じしますね。うまそうです。やだやだ、美味しそうじゃない。皆さんね、揚げ油なんですけど、鍋底から1センチぐらいで平気です。こういうね、小さい鍋を使ってもらえばそれぐらいで平気なんです。節約のために半分ぐらい使って、あとね処理もね面倒なのでね、はい、なので、そんな感じで、やってっていただければなっていうふうに思います。ね、揚げ物面倒くさいっていう方もこんな感じでね、揚げ焼きみたいな感じでしていただければ多分そんなに面倒くさく感じないのかなっていうふうに思いますので、ということでね、こんな感じでいい感じに揚がりましたら、もうね取り出していきます。いい色に揚がってるでしょこれ。
クワクしてきた。七味、これです。ということで、ウスターソースのコク唐揚げの完成でございます。じゃあですね、出来上がったんですけども、料理研究家が教える一番美味しく唐揚げ食べるコツをね、今から皆さんに伝授させていただきたいと思います。まずですね、グラスに氷をね、適量入れます。ウイスキーを注いでいきます。そしてここにですね、適量の炭酸です。これでですね、最強に唐揚げを引き立てるですね、ハイボールができました。はい、それでですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。受けてたっす。いただきます。これマジうまい。もう揚げたてだからね、ザクザク感が半端ないし、ウスターソースの香辛料の力で鶏の臭さが全くないんですよ。だから程よい甘みとコクがついてて、これはね、なんだろうな、無限ハイボールですね。じゃあちょっと次はね、マヨネーズ、七味マヨ、ソースで作った唐揚げに七味マヨ、絶対合うでしょうこれ。シェフを呼んでくれ。じゃあ僕ね、唐揚げ好きなんですよ。唐揚げ好きすぎて、唐揚げのレシピめっちゃいっぱいあるんですよ。やっぱりね、ちょっとね、他の唐揚げとはちょっと一線を画す味付けなんですよ。ソースで味付けてるんでね。でもね、すっごく味がね、身に入ってるんですよ。これはね、うまい。コク唐揚げね、これ本当にね、ウスターソースで唐揚げ作るとこんなに美味しくなるんだっていうのを本当に皆さんに体験していただきたいんですよ。ぜひハイボール飲んでほしいですね。結構限界ラバーズですけども、本当うまいので、ぜひこれ食べてほしい。唐揚げレシピいっぱいあるんですけど、その中でもかなりうまいです。ぜひ皆さん作ってください。じゃあですね、今回の動画面白いなとかですね、やってみたいなとか思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。